皆さんは一期一会という言葉ご存知だと思います。これは茶の道の大切な心得とされているわけですけれども、もっと深い人生についての洞察から生まれているのではないかと思います。今目の前に来ておられる方、それはどこから来た、それは全然問わない。また終わってどこへ去っていくか、これも問わない。今目の前の出会いのみに目を向けて、そしてそれを大切にしなければならないということであります。素晴らしい言葉です。非常に緊張感のある言葉ですね。一期一会という言葉は、で私は数百人の方の聴衆の、例えば講演会などでも、その数百人の方がどこから来てか全く知りません。それから話が終わりましてどこへ去っていくか、これも全く存じ上げないわけであります。で講演の時にただ顔を合わせているその時だけ、そしておそらく生涯お会いすることはないのであります。で生涯二度と、お顔を合わせることがない方の前で一生懸命に、心を通わせようと努力をいたします。これは私にとりまして一期一会の時であります。同じように大学で教えておりました時にも常に思ったことですけれども、自分の目の前に座っている学生がいるわけですけれども、その学生がどこから来たか、講義が終わってどこ行くのか、あるいはまたそれが1年後2年後、あるいは1ヶ月後、あるいは明日どこ行くのか、それは全くわからないわけであります。で大学で教えておりました時にも、大切なことは今目の前にいらっしゃる学生のために大切なことを伝える、そこなんじゃないか、どこにその後行くのか、どういう活躍するのか、それはまああまり考えない、まあそういうふうにいつも思っておりました。でよく考えてみますと、学生がどこか知らないところから教師の目の前に現れてきて、そして、教師と共に学ぶ時を持って、そしてまたそこから再び顔を合わせることがなくなるという関係、来て会って去るという関係、お分かりでしょうか。どこから、知らないとこから来て、そしてその時に会って、そしてまた去っていく、来て会って去るというのは、これは人間とは何か、人間というのは人の間って書くんですけれども、人間とは何か、あるいは人間関係とは何かを表しているんじゃないかなといつも思いました。それで、自分は他者と出会う、他者は自分が全く知らない外部の世界から現れてきて自分と出会ってまた去っていく、で他者が去っていく世界と言いますのは自分は全く知らないわけであります。でボランティア活動でも、あるいはまた職場の人間関係でもそのことを強く感じます。会っている時、それが大切であるということであります。で夫婦の場合は
自分が互いに全く知らない世界から現れた男女が、共に生活する関係に入ります、うん、まあ、年を経て、離婚をしてしまう、そういう場合もあります。あるいはまた年を経て、批判の世界に旅立たれる、そういう場合もあります。で、いずれの場合にも自分が全く知らない世界に去っていきます。で、もっと厳密にですね、この夫婦の出会いっていうのを考える必要があるんではないかなと思います。朝起きておはようと言って食事を共にし、そして夫は行ってきます。そして職場に出かける。妻は夫が出かけた、なき去った後、夫は妻がほとんど知らない、あるいは全く知らない世界にいるわけであります。その世界からただいまと帰ってくるわけであります。そして、その夫と語り合いの時もありますけれども、会話ゼロの時もある、夫は風呂に入って食事をしてテレビを見て寝てしまう。で、寝てしまった後、夢はまた別々の夢を見ているということであります。で、翌朝おはようと言って行ってきます。この構造を繰り返すわけであります。で、夫婦の場合でも来て会って去るというこの関係を日々刻々に繰り返しているわけであります。で、自己にとって大切なのは夫または妻とのこの日々刻々の出会い、あってであります。この自覚を皆さん お持ちでしょうか。これは本当に大切なことであります。で、しかしそのことをおろそかにされている方、実に多いです。この大切なことをおろそかにされました夫は、定年退職の日に妻からうやうやしく三つ指をつかれまして、長い間ご苦労様でした、よく今まで頑張りましたね、あなたはご存知ではなかったかもしれませんけれども、私も今まであなたのために一生懸命に働いてきました、ですから今日からは私も自由にさせてください、さようなら。まあ、そういう言葉を聞いて夫はですね、愕然とするんですけど、間に合わない、わけであります。で、2015年なんですけれども、 NHK だったと思いますけど、テレビ番組で全力離婚相談というテレビ番組がありましてですね、それで真矢美樹さんが、舘ひろしさんが弁護士役で出てくるんですね。それでさまざまな離婚事案がこの登場してくるわけですけれども、そのある離婚のケースは和菓子屋さんのことなんですけど、和菓子屋さんのその夫は和菓子作りに精進を重ねてですね、もう立派なお店にする、もう有名店舗にするわけであります。で、妻も一生懸命に夫を支える。しかし夫はいつも妻に向かっておよそ感謝の言葉がない。なんでこんな衣類を引き出しにしまっておくのか、なんでこんな量を早く作らないのか、およそ妻を一人の人格として扱うことを全く知らない。で、妻は長きにわたってその夫の態度に耐えかねて、いよいよ離婚を決意して、
家を出て、で弁護士に相談する、まあ、そういう事案ですけれども、夫はなぜ妻が家を出たかは全くわからないのであります。その苦しみの深さ、悲しさが全くわからない。でこのドラマがやっぱり伝えること、すなわち夫婦が毎日来て会って、さらの会って会ってのいる時の大切さを夫が全く知らないということから起こる悲劇であります。皆様は、村上春樹っていう小説家ご存知だと思うんですけれども、村上春樹って言いますのはかなり台湾あるテレビ放映で、村上春樹についてのテレビ放映がありまして、それで台湾ではもう大変な、人気でですね、それで町にはノルウェーの森っていうのが初期の作品であるんですけど、ノルウェーの森っていうのはカフェがあって、そこに台湾の人がみんな集まって村上作品を話し合って、そして村上春樹の作品の中にはたくさん音楽が出てくるんですね。でその音楽なんかもみんなで聴き合ってというようなことをなというようなことを伝える。でさらに村上春樹は海外でも大有名で、オランダとかイギリスとかドイツとかアメリカとか、そういうところで盛んに読まれている。そして書店には村上春樹コーナーっていうのがあって、そこはよく売れている、まあそういう報道をしておりました。でアメリカの大学の文学部では村上作品の研究っていうんで、そういう素材に取り上げて研究する姿なんかを放映しておりました。で私は名前はよく知っておりましたけれども、読んだことがないということで、早速私も読み始めました。ノルウェーの森、海辺のカフカ、風の歌に聞け、それから1984、羊の冒険、アフターダークが短編小説集で、女のいない男たちなどを読みました。でそこにはですね、死は生きること、生の対極として捉えるのではなくて、死と生は共存している、大変興味深いコンセプト、そういう繰り広げられているんですけれども、私が一番驚きましたことというのは、一言で言いますとセックスに関する自由ということで、もう驚きますね。今の若者はどうやってどうしたああいう、まあ、そろそろ当たり前のことって言って捉えてるんだろうかと思うほどでありまして、本当に そっちの方が驚いたっていうか驚きました。でいずれにしましても、その村上作品の中で興味深いことなんですけど、来て会って去るの会ってが決定的な意味を持つことを描いたものがあるんですね。で それは大作1984って言います。大変これは面白い小説なんですけども、1984に天才的な数学の教師、数学の塾の教師ですね、天吾っていう人物が登場します。それから美貌の殺し屋青豆、珍しいお名前ですね、青豆っていうのが登場するわけであります。青豆は
市川の小学校の4年生と5年生の時に天吾と同じクラスなんですね。それで青豆はある宗教集団の家庭の指定なんですね。それで日曜日などになりますと一軒一軒その子供を連れて個別訪問をすると、そういうで、そのような行動からクラスの中で嫌われて仲間外れされて友達がいない。で、ある理科の実験がありまして、理科実験ありますと、そのあるグループの中で青豆はそれに加われない、まあそういう。で、その時に天吾は青豆を自分のグループに入れて、そして、自分のこの理科の実験の仕組みというのをよく説明して加わらせるんですね。で、青豆は頭が、青豆じゃなくて天吾は頭が良くて、腕力が あるもんですから、誰も異議を唱える者はいないということで、それで青豆ももうテキパキとその実験をこなすわけなんですね。で、それがそのことがありました後のある時なんですけれども、たまたま掃除の時間の時に青豆と天吾だけですねがクラスの中におりました。で、青豆はつかつかと天吾のそばに歩み寄って、自分の右手で天吾の左手を強く握り続けた。そして天吾の顔を見つめ続けた。で、しばらく経ってその手を離すとくるりと背を向けて教室を出ていった、そういう記事があるんですけれども、で、青豆はその後天吾とすれ違う、学校ですれ違うことがあってもね、知らん顔をし続けました。で、天吾と青豆はその後再び会うことはありませんでした。で、青豆はその後家庭を飛び出して、そして驚くべき方法を身につけた殺し屋になります。で、多くの男性とも性的な関係を持ち続ける。しかし全く恋人はいませんでした。たった一人の男性を心の中で思い続けました。天吾であります。で、天吾は青豆の永遠の恋人であります。一方、天吾も多くの女性と関係を持つんですけれども、いつも一人の女性に思いが向きました。青豆であります。で、青豆と天吾がそのような心の世界で深く結び合うのは、小学生の理科の実験の一度の出会いでありました。で、このことが村上作品の中でどのような位置づけになるのか私は分かりませんけれども、しかし人間を来てあって去る存在と捉えるときに、あっての重みがものの見事に描かれているのであります。で、短編の女のいない男たちっていうのもあるんですけれども、その中の一文ですけれども、僕らは14歳の時に中学校の教室で出会った。確か生物の授業だった。アンボナイトとかシーラカンスだとか、何しろそんな話だ。彼女は僕の隣の席に座っていた。僕が消しゴムを忘れたんだけど余分があったら貸してくれないかと言うと、彼女は自分の消しゴムを2つに割って1つを僕にくれた。にっこりとして、そして僕は文字通り一瞬にして彼女と恋に落ちた。
この作品の中ではその14歳の時の出会い、あってが繰り返し蘇ってくるのであります。ここでもあっての重みがものの見事に表現をされているのを知るのであります。私には兄が一人おりました。で、父親が終戦後の厳しい生活の中で健康を破壊したこともありまして、早くから兄が父親代わりに役割を果たしてくれました。兄は事業家としてはかなりの成功をしたんですけれども、激務のため闘病の歴史をたどりました。若い時に結核となり、そして肋骨カリエスとなって、で手術をしました。で40歳の中頃に肝臓を患い始めました。50代から後半から60歳を過ぎると毎年のように気管支の底にばい菌が住み着く気管支拡張症っていう病気がありまして、気管支拡張症を患うようになりました。で 1500cc ほどしかない肺活量のためにいつもその病は重病になりました。で苦しそうに咳をしてしばしば入院しました。そして胃がんとなりました。で呼吸を迎えた頃から急速に腎臓が悪化して、そして最後には人工透析となりました。その人工透析ももう苦痛のもとでした。で私は兄が、まあ、悲願の世界に旅立つ一月ほど前に兄の家を訪ねました。兄は私が訪ねることを何よりも喜びました。私はいつも兄の痩せ細った腕や足をいつもさすったり揉んだりして、1時間でも2時間でも話し合いました。私が兄に大変な病気の人に会った時に何を言って慰めたらいいか、本当に困るんだよなって言いましたら、兄はにっこりと笑いました。兄はその時も足を揉まれながら盛んに話し合いました。で兄の妻はそれを気遣いまして、一言二言注意をしました。でその時にいつもは聞き流す兄なんですけれども、その時には俊幸が来てくれたんだから、俊幸と話すことはそんなにないんだからと言いました。でその時私は何気なく聞いておりましたけれども、それが自宅に兄を訪ねる最後となりました。で兄は誰よりもあっての大切さを知っておりました。兄は本当はこれが俊幸と話す最後なんだからと言いたかったのかもしれないのであります。この来てあって去るのあっての大切さを描いた作品として、ノーマ・コーネット・マレックという人の最後だと分かっていたならという詩をご紹介したいと思います。現代は Tomorrow Never Comes、 そういう題であります。で佐川睦巳という方が訳されております。でこの詩は不慮の事故で、亡くなった10歳の息子をに捧げるために、ノーマ・コーネット・マレックさんが書いたものなんですね。で約700字のでなんですけれども、それが一冊の本になっております。サンクチュアリ出版というところが出されているんですけれども、その内容がインターネットで紹介されておりました。これを全て読み上げますのでお聞きいただきたいと思います。最後だと分かっていたなら、ノーマ・コーネット・マレック。
あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら一言だけでいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも明日は誰にも約束されていないのだということを。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないことを。明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔するだろう。微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと。せわしさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんね、いや許してね、いやありがとう、いや気にしないでを伝える時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしても、あなたは今日を後悔しないだろうから。今日皆さんはご自宅に戻られましたら、奥様の顔あるいはご主人の顔をじっと見てください。お友達でもいいです。そしてあ、この人と顔を合わせるのが今日が最後なんだと思ってください。そうしますときっとあなたの目頭の奥から愛おしさや温かさが溢れてくるでしょう。私たちは目の前に今存在している他者との関係を愛おしみ大切にしなければなりません。愛おしむとは目の前の人に柔和な眼差しを向けることであり、その人を思いやることであり、心に祈ることであります。以上です。どうもありがとうございました。